どうも影案です今日はですね、えー、自分の心がマイナスになるようなものには影響を受けないと決めるということについてお話しさせていただきたいと思いますこの、ね、日々ね色々とこう生活をしていてこう日常を送っているとですね、えー、自分の心にマイナスになるようなものがこう 起こるというかあったりとかしますよね。すすることがあると思うんですよね。えー、全然ない方はまあ羨ましいんですけども、えー、僕はやっぱりそういうのに遭遇することもあるんですよね。だからこう相手のその何気ない一言であったりとか、その悪意のあるその言動であったりとかですね、そういうことがね、うん、全然ないわけじゃないんですよね。やっぱりこう世の中というのはいろんな人いるんで、えー、そういうのにこう出くわすことがあるんですよね。それ僕に対してじゃなくてもその例えばその人の言動に によってこう気分を害するようなこう気持ちになることとか、自分の心がマイナスマイナスの方向へ行ってしまうようになることが、えー、あることもあるんですよね。で、その時にですね。あのー、その？ 言動とかそういうこととか他のことでもそうですしそういうマイナスになることにがあった時にですね影響を自分が受けてしまってですねほんでその感情がこうマイナスになるというか悪い感情になるっていうのははっきり言ってねその自分とってねプラスになることって何一つないんですよねそのマイナスの感情になることで いいいことってないんですよねだから消極的な感情で,ですかねそういうのでこうプラスになることはないんでね、えー、僕はね、あのー、自分の心にねマイナスになるようなことは影響を受けないとこう決めてしまうんですよねで決めてしまうことがこう大事というかもう自分は影響を受けないと決めるっていうことですねこの決心がこうすごく強いんですよ。 決心するっていううのは強くてです、ね、そう思うんです、ね、ほんで例えばそのマイナスの状況があったとして影響を一旦受けますよね受け,た受けるたんびにですね自分の心のマイナスになるようなものは影響を受けないと決めたりですね言葉に発したりするんですよねそうすることを繰り返すことによってだんだん影響を受けない人間になっていくというかそういう自分を作り出すことができるというふうに思うんですよね。だからその そうするとです、ねあのー、かなりこう自分にとってはそれはプラスになるというふうに思うんですね。だからそういう何て言うかそういういろんなことがあるんでね、あのー、マイナスにこう傾くこともあるんですけどそこをこう。 そういうことを自分で発することによって、えー、影響を受けない状態にまで持っていくようにするという僕も今それはこうやってる段階ではあるんですけどもそういうふうにするようにこう決めていますだから自分の心は自分の心にマイナスになるような方は絶対影響を受けないこれでいいですねこうやって今僕言葉に発してますけどもこういうふうに言うとですね、えー、受けない人間になっていくというふうになりますほら受けることもあって それからもあるとは思うんですけどあったらそのたんびにそうするそうすることによってこう変えていくということですねそうする変えていくことこれうう時間かかってでも,で,もですね変えていけたらですねこれほどプラスになることはないと思うんであの是非是非というか僕はやっていきたいというふうに考えておりますということで今日は、えー、自分の心にマイナスになるようなものに影響を受けない絶対に影響を受けないと決めるということについてお話しさせていただきましたでは今日も よっしゃ、でいきましょう。どうも、ありがとうございます。